はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日も張り切ってこのマシンの解説をやっていきます。よろしくお願いします。佐々木です。はい、で、今回も、またマシンの、解説をさせていただくんですけども、今回ですね、皆さんやっぱり外出自粛だったりとか、ジムがお休みだったりとかね、うちも、しばらくお休みをしましたけども、そういう関係でね、お腹周りだったりとかに、結構脂肪が溜まってる人が多いんじゃないかなと思いますし、腰が硬くなってたりとか、はい、お腹がね、下っ腹が出てきてるとかね、そういう悩みを、抱えてしまった方、あるいはもともと抱えている方なんかも、いると思いますんで、そういう方向けにちょっとこのロータリートルソンというマシンをちょっと紹介して実際にやってみようかなと思います。はい、でですね、このマシンなんですけど、全然シンプルに、こういう感じなんですよね。はい、この体をひねるだけのマシンです。座っていただいて、この下のところにパッドがあるんですけど、これをしっかりと膝でギュッと挟むようにします。で、重りも、ウェイトスタックなんで、このピンで簡単に調節できます。はい、で横から、このパッドがあるので、手を回していただいて、で手前側に、手を遊ばせないようにするハンドルと、であとこの黄色いレバーがあるんですね。でこの黄色いレバーは何に使うかというと、今この状態だとこのまっすぐな状態からウェイトが上がってくるような感じで、動作が非常に小さくなってしまいます。はい、でこれだと全然ちゃんとストレッチかけられないんで、まずこの黄色いハンドルを握ります。はい、で握った状態になると重りが動かないで、上のアームが自由に動くんですね。でこれで目いっぱい、自分ができる範囲で目いっぱい後ろに、はい、このアームをセットしましょう。でここから逆側に体をひねっていく、これだけなんですね。これだけなんですけど、ちょっとここでコツがあります。はい、まずですね、ここから胸を張ります。しっかり胸を張っていただいて、でこの状態で前のめりにグッと体をくっつけます。このパッドに、はい、腕肩あたりがこうパッドに当たるような感じですね。でこの状態でなるべく下向かないように逆側にひねります。はい、で完全に戻しちゃうと楽になっちゃう、力抜けちゃいますんで、目いっぱいひねったら、はい、半分ちょっと超えたぐらいで十分だと思います。でなるべくもうやってる間ずっと胸張っておいてください。背中丸めちゃうと腰使っちゃうんで楽になりますね。なんでしっかりと胸を張った状態を維持するのと、あと足、このパッドを挟むの、これ崩さないようにしてください。足目いっぱい力入れましょう。足目いっぱい力入れて、内ももギューッと力入ったまんまできる範囲で、これ結構足崩しちゃうと、もうグーッとこうやって後ろ向けちゃうんですよ。はい、これだと全然意味ないんで、自分の本当に骨盤を固定するつもりでやってください。骨盤が動かないようにしっかりパッドを挟んで、顔も一緒に向けちゃいましょう。目いっぱい動きます。顔が正面にあるのと顔が後ろ向くのとだとちょっとひねり具合が変わってきます。でしっかりとこのひねり切ったところを少し止めてからゆっくり戻しすぎない、はい、こういう感じですね。はい、これを反対側にもやります。こんな感じで黄色いレバーでまた調節していただいて、胸を張ってパッとしっかり足で挟んで逆側を向く、戻します。この時に手使って思いっきり引っ張っちゃうと、全然体回らないです。なんで手はあくまで添えるだけ、添えるだけですね。胸を張ってパッとに体を押し当てるようにして固定します。ゆっくりコントロールしてくださいね。足も忘れない、結構皆さん足を忘れちゃうので、
しっかりとこのマットを挟む。これめちゃくちゃ大事なんです、実は。はい、なんで、この内ももに力を入れるっていうのをね、忘れないようにしてください。これは普通に他の腹筋とかをやるときも同じですから。はい、ここだけは絶対に忘れないようにしましょう。足開いちゃうと結構腰に負担が一気にかかってきますんでね。はい、安全に行えるようにしっかり注意してやってみましょうっていう感じです。はい、でこれをやっていただくと、このお腹周りの腹横筋というんですよね、このお腹を囲っている筋肉ですね。はい、でこことか、腹斜筋とか、まあ、前側の腹直筋も動きます。はい、お腹周り全体的にしっかり動いてくれますので、はい、ぜひこちらのマシンを自分に来たらやってみてください。はい、うちのお店には置いてありますからね。はい、皆さん自由に使っていただいて、はい、しっかりと、お腹周り腰周りケアしていただければなと思います。腰が硬い人、お腹周りに脂肪がついちゃった人、腰を強くしたい人、はい、下っ腹が出てきた人、こんな方がぜひこちらをやっていただくといいと思いますので、はい、ぜひご活用ください。よろしくお願いします。はい、では、今日はこんなところで、はい、終わります。はい、もし気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。